ナちゃん、少し時間をもらえるかな。つむぎお姉さま、いつになく真剣な眼差しですね。実は加減進展流で得得していない技があるの。まだ得得していない技ですか？興味があります。この技はかなり体を使う技なの。だから特訓相手も十分な体力が必要なの。体力ですか？ここで体力に自信があるのはイオちゃん。体力に自信があるイオちゃんにしかできないの。え、今なんと。体力に自信があるイオちゃんにしかできないって言ったの。あ、私にしかできない。もちろん手加減するけど、それなりに攻撃を受けてもらわないと特訓にはならない。イオちゃんたちの負担を減らすためにも強くなりたいの。つむぎお姉さま、お願いできるかな。はい、いつでもかかってきてください。体力には自信がありますから、手加減なしで大丈夫です。いやいや、手加減しないともしものことがあったら困るし。イオちゃん、ありがとう。でした。手加減していただかなければ危ういところでした。あんなに体を使う技があるとはね。改めて加減進展流の奥深さを知ったわ。撮った絵を見せてください。なんだか勇ましい感じのが撮れちゃった。真剣な眼差し、滴る汗、汚れた服、やっぱり戦う乙女は美しいです。美しい？て、照れちゃうな。はい、つむぎお姉さまは美しいんです。100人いたら100人がそう答えます。いや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 、私はそこまで完璧じゃないってば。